はい、本日はですね、ノースフェイサーから見たゴールドウィンって実際どうなのというところをね、お話していきたいなというふうに思います。冒頭のノースフェイサーという言葉は別にあるかどうか知りませんが、勝手に作りました。まあ、ノースフェイスを多く持ってる人、もしくはノースフェイスがお好きな方、まあノースフェイサーでいいでしょう。まあ、そういう人から見てね、ゴールドウィンって実際どうなんと。で、そもそもね、ゴールドウィン知らんかった方からしたらね、なんでノースフェイサーがゴールドウィンなんていうわけわからんことになってると思うんですけども、実はね、ノースフェイスってゴールドウィンという日本の会社があるんですけどね、そこが販売権を持ってるんですよ。だからもともとアメリカのブランドじゃないですか。ノースフェイスって確かに海外の人かっこよく着てますよねと。まあ昔とかコロナ前とかやったらね、京都に旅行を来たりした一眼レフのキャノンっていうのを持ってね、ノースフェイスのジャケット着て、リュックとかもノースフェイス背負って、こんなことしてカシカシだしね、Hey, help you 言うてね、道を教えてください言われたりするんですけど、ちょっと僕英語喋れないんですいません言うて、Don't worry 言うて帰っていけたりするんですけども、そんな時にね、海外の方着てるってイメージだと思うんですけど、もともとはね、そのアメリカのカリフォルニアのブランドなんですけども、まあ、それをね、日本で売る際に売る権利があるのがゴールドウィンという会社なんですね。で、そこの会社がオリジナルで出してるブランドがゴールドウィンっていうことになるんですよ。だからどうしてもノースフェイスとゴールドウィンってね、こう近い感じで思われたりするんですけども、まあ、それはもうちょっと後になったらね、おいおい喋ってはいきますわ。今の説明でもよくわからんっていう人もいてるやろうからね、後で喋るんですけど、今日の流れとしてはですね、まずじゃあゴールドウィンって何ですのと、わけわからへんけども、なんかよく聞いたことあるし、なんかちらっと見たことはあるんやけども、あんまりよくわからへんから買ってないとかっていう方もいらっしゃると思うのでね、僕が思ってる中っていうか、僕から見たらね、こういうブランドですよなんていう話をさせてもらって、で次に僕自身がどう思ってるか、なんでお前ノースフェイスいっぱい買ってんのにゴールドウィンは買ってないのっていうかっていう、たまに聞かれたりするんですよ。だからそんな話もして、でその次に、まあよくセールになるんですよね、ゴールドウィンって、ゴールドウィンのアイテムが。だからそのセールになってるのってなんでなんかなっていう話をして、で最後に、もし需要っていうかあるんやったら、視聴者の方からね、こういうのレビューしてほしいっていう具体的なアイテムがあるんやったらね、したいなというふうに思ってるので、まあそういうところの相談というか、皆さんにもね、ご協力いただければななんて思いますので、その順番でいきたいなと思います。まずじゃあゴールドウィンって何ですのと、ここにポンって出ましたけども、ゴールドウィンって何ですのというと、さっきも言ったみたいに、まあ、アパレルスポーツ会社というかな、まあ、そんな感じになってて、ここの会社って結構いろんなブランド扱ってるんですよ。だからノースフェイスだけじゃなくてね、実は他に何あんのと、ヘリーハンセンとかいうのがね、 HH って言ってね、あれは船かな、なんかそっち系のブランドやと思うんですけどね、ヘリーハンセンっていうのがあったりとかするし、それ以外に何が扱ってた、 MXP ですわ。 MXP ってノースフェイス行ったらね、なんか無地の下着とか売ってるんですよ。なんですのこれって、匂いしないんですよ。そうなんですね、じゃあ買いますって買ってね、ノースフェイスから喜んで出てくる、よう見たこれノースフェイスって書いてへんやないかと。でも買ったノースフェイスなんで書いてないんかなって言ったら、また実は違うブランドやねんけども、まあ親会社がねゴールドウィンやから、扱う権利があるから同じ店舗でも売っちゃってるということなので、まあ言うとね、例えば漫画とかで言ったらサザエさんとかもそうじゃないですか。サザエさんって名前はタイトルでついてんねんけども、そこにカツオも出てくるしやな、ナミヘイも出てくるしやな、ワカメちゃんも出てくるしやな、タラちゃんも出てくるし、アナゴさんも出てくるじゃないですか。だからそんないっぱい出てくるねんけども、結局そこの大元誰ですのというとですね、まあ、サザエさんなわけなんですよね。マスオさんでもないし、ノリスケさんでもない、やっぱりサザエさんですよねってなってくるし、あとドカベンでもそうですね。ドカベンって野球の漫画あるけども、あれ誰がドカベンですのって言ったら、里中じゃないし、トノマでもないし、岩木でもないんですよ。結局は山田なんですよね。あれがドカベンなんよということになってきた時に、ゴールドウィンっていうのは何ですのって言ったら、ゴールドウィンという会社の中にいろんなブランドがあるんですね。ノースフェイスがあったりとか、ヘリーハンセンがあったりとか、さっきも言ったけど MXP があったり、あとウールリッチも実はこのゴールドウィンの中に入ってるんですよ。もう数年前からかな、入ってたりしてて、ちょっとウールリッチもね、最近は系統がちょっと変わってきましたけども、そういうのも扱う会社によってやっぱ変わってくるんでね、そういうところでちょっと変わってきたかなっていうのもあったりするし、それ以外にやったらラグビーですよね。ラグビーの時によく見ましたけども、なんていうんだっけ、カンタベリーっていうんかな、ブランドありますよね。これラグビーやってる人以外誰が来てんねんっていうブランドなんですけど、あれもね、ノースウェイスのその親会社というか、その扱ってるゴールドウィンというね、会社が商標権というか、その販売権があるんですよ。だからそうやっていろんなブランドを扱う権利があって、そのうちの一つがノースフェイス。だから海外にもし行ったりしたら、またゴールドウィンっていうのは日本でしかないのでね、海外のノースフェイスはまた違う会社が扱ってたりはするんですけど、まあ、そこのゴールドウィンっていうのが自社でもね、オリジナルで出し始めたっていうのがゴールドウィンというブランドなんですよ。だからドカベンの漫画の山田さんは、あの人ドカベンじゃないですか。サザエさんで、サザエさん誰だよ、サザエさんがいてるじゃないですか。ゴールドウィンで言ったらゴールドウィンっていうブランドも出してるんですよ。まあそんな感じですわ。そうやって覚えてもらったらね、へえそうなんやぐらいはわかると思うんですけど、そういうブランドですよと。だから
からあくまでも農水さそのうちの一つのブランドですねっていうところでなってます。だから扱う権利とかって言ったらね、大人の事情入ってるじゃないですか。まあそれと大人の事情もちょっと入ってるんだねって、ほな海外になったりしたらまた大人の事情があるから違う会社なんだねって思ってもらったらいいと思うんですけど、まあ、皆さん日本人の方やと思うので日本のお話をしてますので、まあゴールドウィンが仕切ってると。でじゃあ実際どう思ってんのと、それに対してどう思ってんのというとですね、実はゴールドウィンってめちゃくちゃ機能的なアイテム多いんですよ。ではっきり言ってノースウェイスよりもワンランクぐらい上のねアイテムが多くて、細かいスペックで見たらねちょっとゴールドウィンが高いんですよね。いいっていう意味でねいいんですよ。例えばこういったフリースなんかもね、これデナリジャケットといってノースフェイスの中で有名なジャケットなんですけども、これよりもねいいフリースを使ってたりするんですよね。でもねこれ見ていただいてる方のほんまにそういうのってコアな人はね知ってはったり見てはったりするんやけども、大多数の人はそんなこと知らんからね、へえそうなんやぐらいには思うんやけども、はっきりその違いってわからないんですよ。だからまあまあ言うたら高機能なやつ、アウトドアとかでも使えたりスポーツとかでも使えたりするぐらい高機能なやつがあるんやけども、それで皆さんまさに今思ってる通りなんですよ。何が違うのと、結局ブランドが違うだけじゃないのってなっていたらですね、僕も全く同じこと思ってるんですね。これ差別化は何ですかと、ノースフェイスとゴールドウィンの差別化は何ですかと、要は機能性で売っちゃってるんやけども、確かに見る人が見ればゴールドウィンの方がいい性能のやつ使ってますよ。 でもそれって見る人が見るやな分からへんから、大多数の人はね同じ値段を払うんやったらわけわからんとこ買わんとよう知ってるとこ買いますわいうだけの話じゃないですか。なんか地方限定しかないスーパーマーケットで買うかね、ライフでね買い物するかって言われたらやっぱそれライフの方がいいっしょと、でしかも値段もねあんま変わらへんねんと、いやそらライフ行きますよと、なんか聞いたことないねなんとかマートとかって言われたってねなんか怖いなと、それ食中毒になりませんかってなるじゃないですか。それと一緒でね、はっきり言ってもう素人目から見たらわからへんっていうような感じでね、価格も性能も変わらんかったらそれは有名な方行きますよねなんて思ってるので、どうしてもねこう差別化がうまいこと言ってないんかなみたいなイメージで僕はまあ思ってて、ただ性能としてはねきっちりしたいい性能、むしろノースフェイスより上やなと思う性能が多いんですけども、ブランディング的にじゃあノースフェイスじゃないとあかん理由って何みたいな感じでね、じゃあゴールウィンじゃないとあかん理由って何ってなってくるんですよ。特にないんですよね。そうやったらノースフェイスええやんと、まあ、そういうところでね皆さんよく分からへんから買わんというところでね、まあ言ってるんちゃうかなとは思いますし、まあ、僕自身も、まあ、そこに需要がないんやったらね、まあ、買う必要はないかなと思って今んところは買っておりません。ただ性能としては多分おそらく間違いないと思います。スペック見てるだけでもねノースより全然上やなっていう感じもしますし、実際僕も店舗とかで見たことあるんですけども、ここにゴア使うんやとか、ここにポーラテック使うんやとか、プリマロフト使うんやっていう、今ノースフェイスで徐々になくなりつつある高スペックなものがゴールドウィンでは採用されたりするんですよ。だからまあこれって見方を変えればね、あいずれノースフェイスじゃなくてゴールドウィンに来てほしいんかなっていうのもなんとなく感じるのは感じますよね。スペックをどんどん、まあノースフェイスの分は必要最低限にしていって、ゴールドウィンの方でねもうちょっとクオリティの高いものを出していきたいと思ってはるんかななんて思ったりするんですけど、まあそんなことがあると。で次のところでね、まあよくセールになる理由って、まあ今言った通りでね、なんかよく分からへんと、性能は高そうやけどもどうせ金払うんやったらノースの方が一緒ということで、なんか近しい存在ノースフェイスとゴールドウィンが近いのは分かんねんけども、はっきりよう分からへんから、じゃあノースで行こうかというところになってくると思うんですね。だからまあよくセールになってるし、まあ自社でねオリジナルで作ってるっていうところもあって、そのノースフェイスを扱うことによっていろんな会社との取引があってね、高性能な会社と取引できるじゃないですか。だから自社でもいろんなね高性能なゴアテックスとかも使ってるんやけども、まあオリジナルで使ってる分割引もできるっていうことで、まあよくねセールにかかったりはしている印象はあります。オリジナルで作るとね余計な会社挟まへんでしょ。けどノースフェイスとか言ったらね、アメリカのノースフェイスにね使用料払わなあかんでしょ。1万円のこうやってフリースジャケット買ってもらってもね、何千円かはねノースフェイスの方に渡しとかなきゃ、上納しとかなあかんからね、いつもありがとうございますって言ってね、ノースフェイスさん2000円お返ししますって言って、この8000円ちょっといただきますみたいな感じするけど、オリジナルで作ったゴールドウィンのアイテムやったらね、1万円のフリースでね全部いただきますってできるじゃないですか。そうなってくるとね、じゃあ売れ残ったらから 20% だけ皆さんに還元しますっていうのもできるし、もう極端な話ね 20% どころかね 40% 引きますというのもできるけど、ノースフェイスで 40% も引いちゃったらね、もう手元ないですやんと、このうち利益出ませんわ、でもう潰れましたドローンしますわいう話になってくるから、よくまあセールにかかってるっていうのもあるんかなとは思います。もちろんねセールにかからへん人気のアイテムも全然あるとは思うんですけども、まあそんな感じかなというところで、最後はね、まあもし仮にこういうことで話したんですけど、僕のチャンネル的にはねこう機能性とかそういうスペックとかをねお話ししてるんで、全然ありやと思うんですよね。ゴールドウィンを扱うっていうのはめちゃくちゃいいことっていうか需要もあるかなと思うんですけども、まあいかんせんこう大多数の皆さんの中でね、あんまりそこのこう区別がないんやったらね、まあ自らそんな率先して取り上げんでもいいんかなと思って今まではせんかったんですけども、まあもし仮にこのアイテムを紹介してほしいってこう具体的な、このダウンジャケット、このマウンテンパーカーとかっていうのがありましたら、ぜひぜひコメント欄とかでねいただければ購入してね買ってみようかなとか思ってますし、もちろんスペック的にはね
ほんまにいいものやとは思ってるんで、買ってみたらね、いやこれいいっすねとか言うと思うんですけども、まああくまで YouTube はね、皆さんに見ていただいてなんぼなんでね、あんまり見られへんやつ使ってしゃあないかなっていうところで作ってはなかったんですけども、ぜひぜひまたお声あれば聞かせていただければなと思います。ということで本日はですね、ノースフェイサーから見る、ゴールドウィングは実際どうなのというところでお話をさせていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。